牛頬肉の八角と醤油での蒸し煮豚スペアリブの蒸し煮から品ぞえベビーアーティチョークの蒸し煮、ポットロースト蒸し煮、またはブレーズは水分の産む両方を組み合わせた加熱調理法である。最初に食材を高温で焼き目をつけ、鍋で煮詰めて仕上げて風味をつける。肉の蒸し煮はポットローストとも呼ばれるが、水分を加えるか否かで区別をする専門家もいる。蒸し煮は 加熱、時間及び水分により肉のコラーゲン結合組織を分解する調理法であり、硬い肉の料理に適している。国交版などの多くの伝統的な蒸し煮料理は、硬くて食べにくい食材の調理法として考案された。圧力鍋やスロークッカーは蒸し煮の方式である。蒸し煮のほとんどは同一の基本的な手順に従う。蒸し煮する食材の表面を焼いて、 風味を引き立たせる。食材自身から十分な水分が得られない場合は少量の水分を鍋にストックと共に加える。水分にはトマト、ビール、ワインなど酸を含むものが多い。料理は肉がフォークで切れるほど柔らかくなるまでとろ火で煮る。煮汁でソースやグレービーを作る場合が多い。水分を多く含む食材は 追加の水分を加えることなく調理できる。蒸し煮に成功すると調理する食材の風味と煮汁が混ざり合う。この調理法は肉のコラーゲンからゼラチンを煮汁に溶かし出し豊かな味とコクを加える。蒸し煮は固く安価な肉を食材に使えるため経済的であり、一つの鍋で全ての調理ができるため効率的である。グリルの上に置いた鍋で肉をブレーズすることができる。 ガス、または電気グリルが表面を直に焼いて鍋でブレーズするバーベキューブレーズに最適である。グリルでブレーズするにはグリルの上に鍋を置いて蓋をし数時間煮込む。バーベキューブレーズには2つの利点がある。第一に、この料理法ではブレーズの前にグリルで直接肉に焼き目をつけることができる。第二に、肉にソースで照りをつけブレーズの後に 直火で仕上げることができる。効率的に3回肉を調理することにより、骨から落ちるほど柔らかく肉を調理できる。特に馴染みの蒸し煮料理には、ポットロースト、シチュー、スイスステーキカチャトーラ、グアッシュ、カルボナード、国交版、ザウアーブラーテン、ブッフブルギニョン、モロッコの多人鍋がある。蒸し煮はアジアの料理で広く、特に中華料理で用いられ、 煮汁として醤油が使用される。ありがとうございます。